このコンテンツはネイチャー間の提供でお送りします。はい、デイブの気になったニュース今週もよろしくお願いします。さて、えー、今日はですね、まあついこの間アメリカをが大騒ぎになった、えー、バイデンが、えー、2024年の大統領選挙から降りるというニュースですけど、まあその代わりに。 今の副大統領カマラ・ハリスを、えー、推薦するという、えー、ことを、えー、コメントしてですねあの、大きくアメリカが揺れたというか、もうあの大統領選挙も近いというのに、まあ、あのまあ、思った通りですねあのあ、やっぱりバイデンはダメかと、えー、結局、この間も話した通り、ねあの、ハリウッドのスターのジョージ・クルニティとかなんかもね、 もうやめるべきだっていうふうにあのコメントしていろいろなところからプレッシャーかけられてですねまあ結局はもう年この間のあの大統領え候補同士の,あの,あの演説あのトランプ対バイデンのえ討論会それもかなりボロボロでかなりけなされたバイデンですけどまあ思った通りやっぱり。 結局自分は無理だということで、えー、やめるっていうあの宣言をしたわけですけどまあその代わりとなってあの今の副大統領のカマラ・ハリス、えー、その方を、えー、応援するということになったわけですけどまああの他にねカリフォルニア州知事とかの話もありましたけど結局はカマラ・ハリスになったと。 まあでも個人的に思うのは、急にそのニュースが流れたら、また世論調査がドーンって出てきて、カマラ・ハリスがトランプを抜いて、何パーセントかあの追い越したみたいなニュースも出ましたけど、まあそう簡単にあのアメリカ人もバカじゃないので、ゴろっことあと、 ひっくり返るわけはないといとう,うに思っててその,あの世論調査もちょっと怪しいなというふうに個人的には思いますけどまあとにかくあの時期的にといったらまあいずれアメリカであの女性が大統領になるっていうことはあの出る訪れると思うんですけど今のこの時点でカマラ・ハリスがその。 大統領になるというふうには全く僕個人では考えられないというふうに思いますけど、皆さんどう思うでしょうか？まあ無理じゃないかなと思うんですけど、まあこのまま突き進んでいけばトランプがーリードしたまま、あの大統領選挙にあの行くと思うんですけど、まあある意味あの？カマラハイスっていうのはもともと。 えー、プロセキューター日本語で何ていうのかちょっと忘れちゃいますけど、まあ、<coughs> まあ裁判であの討論には慣れているということであの次回あの討論会がトランプと行われた場合には結構あのハリスの,の方が有利ではないかっていうふうに今言われているわけですけどまあその辺どこになるかまあ討論がまだ行われていないので。 えどうなるか分かりませんけどまあ <laughs> そんなことを言っても簡単には今のトランプを抜くことはちょっと難しいのではないかというふうには思いますけどね皆さんどう思うでしょうか、えー、そしてえ今日は金曜日これをあの録音してるんですけどあと数時間後にはえオリンピックの開会式もパリスあのパリス で行わわれるけけですけどまあその辺まだ開会式は行われていないのでまあ実際に行われた後にちょっと様子を見てですねちょっと僕楽しみにしてですけどこの間の,あのスーパーボールでも大したオカルト的な要素はなかったっていうのであの紹介しなかったですけど今回はなんかやるのではないかというふうにちょっと見ていますけどね。前回のなんか あのロンドンオリンピックでも結構オカルト的な要素が結構そのオープニングセレモニーで行われたということでちょっとパリでも何かあるんじゃないかなというふうになんかあの予感を持っているんですけどねあのもし何か面白いことがあったらまたこの、えー、デイブの気になったニュースでピックアップしたいと思いますけどまあ あ今日やるのでまだ見てないから来週ぐらいに何かあったらその辺でまた紹介したいと思います。というわけで今日はそんな、えー、話題が気になったことでありましたけど、はい、あ,あ,のあれですかそうですねよくあのオリンピックとかスーパーボールとかは大勢の人があの見てるセレモニーっていうのは結構オーカリティックな。 えー、悪魔のなんか要素が入ってるみたいなことをよく言われますけど、うん、まあパリのオープニングセレモニーも何かあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますけどはい、はい、ありがとうございますまああとオリンピックに関してはですねあのテロがよく起きるみたいな噂が流れたりとかしてますけどまあパリでそういうことが起きないことを望んでいますけど、うん、まあもしかしてパリでも、えー、何か起きるんじゃないかということで セキュリティは結構厳しくしていて、もう1000人近くの、えー、テロリストというか、1000人に近くのスパイがもう逮捕されたみたいな、うん、そんなニュースもこの間、ちらっと見ましたけどね、最近はあの今流行っている AI、うん、これを使って、あのなんとか、えー、そういう悪さを仕組んでる人たちをあの即逮捕みたいな。 そんなニュースもありましたけどね、だから、かなりあのパリでは厳しいらしいですね、今回は。はいうん、まあまあ、前もって、えー、未然に防ごうとしていると、そうで今の時代ですから、AI を、えー、警備が使って、えー、行っているという、どういう感じの AI を使っているのかっていうのも、いまいち分かんないですけど、もう1000人ぐらいは捕まえたみたいなニュースもありましたね。うん これはあのなんか100周年というのもなんかメモリアルなそうですねパリで、うんあのー、オリンピックが行われるっていうのがまあ100年ぐらいもうたってるっていうことで、はいはい、その100周年思い出のオリンピックっていうことでちょっとなんかやるんじゃないかなっていうふうには個人的には思いますねはい。 悪魔,悪魔教の儀式が <laughs> 儀式がなんかあるんじゃないかなというふうには思いますけどはい、はい、本日紹介するネイチャー間の商品はグミ手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ t h c ゼロの CBD オイルが配合されており オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイルネイチャー間の 10%CBN オイルはイル 高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと相互作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しください現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中ですセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和 不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてくださいカマラハ・ハリスさんはあの将来の大統領候補とも言われてましたけども副大統領としては結構人気がないこれなんでこんな人気ないんですか まあ、でももともと大統領選挙に、うん、あの出た時からあの人気はなかったですからねだから結局バイデンになってしまったということになりますけどまあどうなんでしょうねもともとプロセキュー,ーっていうことで、うん、あの今ねアメリカはいろんな州が。 マリファナを法にしてるじゃないですかうん、うん、それに対してものすごい反対してるんですよね、うん、だからプロセキューターをやっていた時に、うん、なあのよくあのマリファナで捕まった連中をわざわざ長何あのえあの,駅あの長年あの罰をもう長くしたりとかしてあ<ー>そういう懲役<域>を長くしたりしてはい、はい、そこからまあ 若い人たちには特に人気なかったのではないかなと思いますけどねかなりそれうん、うん、マリファンに関してうるさいという僕的にはそういういイメージがありますねこれを受けて、まあ、この女性大統領関連で、えー、かつてのバババンガの予言。はい オバマが合衆国最後の大統領となるという予言が多分何か,かありましたねで彼女の予言を読み解くと、はい、ネオコンが最終手段に入りミシェル・オバマを民主党 <laughs> <laughs> 大統領候補に担ぎ出すと、はい、で結果オバマが勝利するとでる、えー、結果に不満を持ったトランプ支持者の革命が勃発するとるで州単位の、えー、闘争へと拡大してテキサス州などが独立宣言をすると でまあそれはありえないでしょうねミシェル・オバマはもう最初は名前は上がってきてましたけど結局は出なかったですかあね自分はもう大統領になりたいというふうには思ってないということで俺逆にだから副大統領を誰が誰を選ぶかっていうのがちょっと興味深いですけどカムラ・ハリスか今まだ発表されてないと思うんですけどまあ 僕的にはあの個人的に応援してるトリシー・ギャバードっていう、うんえー、ハワイの、うんえー、ハワイ出身の,あの女性の方がいるんですけど、うん、まあ彼女に関してはすごい、うん、マリファナを応援してるというか合法にしようみたいなところから、はい、まあもともとは軍人もやっていたのかなまあ一度なんかカマラ・ハリスとええー テレビでなんか討論みたいなことをやったのを見たことありますけどその辺もなんか喋り方もうまいしうん、うん、だからあのカムラハリスが討論下手というふうに言って上手、うん、いっていうふうに言ってる割にはうん、うん、え案外あのトリシー・ギャバードの方があのその討論会を見てるとあうまいなと思ってはい、はい、彼女の方が強い感じで語っていましたけどね。<ー>はい しかも43歳とまだお若いですねだからあの民主党側はもっとそういう才能ある若い人はいっぱいいるのにうんもっとそういう人を出せばいいのにと思いますけど、はい、しかも2012年に初当選、えー、してでしたっけでまあ初めての,そのサモア系アメリカ人議員で,でしかもヒンドゥー教。 まあカメラ・ハリスも何でしたっけ、はい、インドともう一個どこでしたっけはい、はい、どっかそういうポリネシア系の領主を持つ人ですけどねまあどうなんでしょうか。え興味深いですね、はい、若い世代が。まあだから次回2028年の大統領選挙ぜひあの。<laughs> トルシー・ギャバートに頑張ってもらいたいというふうに個人的には思いますはい。うん何でもかんでも陰謀論だったら真実はどこにあるというのだ世界中狂っているこれだけは言える真実は一つだけです <laughs> 人間のエゴやわがままを反省し謙虚さ優しさリスペクトする心を人々が持つ必要な時代ですトランプさん生きててよかった本当によかった 少しずつトランプさんを通して変わっていくことを信じます。<laughs> いや<ー>、うん、トランプにそんな簡単に期待しない方がいいですよ。うん、そんな変わらないですよ。うんうん、はい。まあデイブさん的にはまああのどちらも似たような感じっどっちもどっちですよ。はい。うん、はい。えー、この間のあのトランプさんの銃撃の件を結構扱った時に。 はい、対してのあれだと思うんですけど陰謀論と言われていたことがすべて事実だったことが分かったと<ー>と,、えー、とイーロン・マスクは言っている,なるほど、ね、このチャンネルは民主党の主張を代弁するチャンネルでしょうかい,いえそういうわけでもないけど <laughs>、うんはい、あまりにもあのなんていうのえ民主党じゃない共和党の方を僕は応援してるけどね今はねだからもしかすると、はい、多分そのうんそうですよねデイブさんは今回は。 まあ、アンチ・バイデンですからね、完全に。はい、という感じですね、はいえー。その後、銃撃事件には何か面白い話とかは出てないですか特に僕はきチ,ェチェックしないですね。うん、結構だからあの自作自演だみたいな話も出てきてますけど、はいはい、それはないだろうというふうに思ってですね。 銃が、ね、弾が飛んだんで、うんうん、そんな簡単にあのなんていうの自作自演ではそんなことはできないだろうなというふうには思いますけどね、はい、だからそういうふうに言ってる人たちはい話は変わってこの間のデーブの気になったニュースデーブさんがねあの飯の話をすげえ あの熱がっって話て話いうチャンネルですよね最近気になってよく見てますけどはい、はい、あのー、だから寿司が結構みんな人気なんだよね<ー>アメリカ人の間でマグロとか中トロとかさ大トロとか、はい、そういうのが結構出てたりとかうん、うん、あんまりラーメン系とかそば系は出てなかったかな、うん、みんな結構ハンバーガー、えー、サンドイッチだから特にあの メルテチーズメルトサンドイッチ、はい、それも人気があったりとかしてましたけどねとにかくデーブさん、えー、薄味の食事を心がけてみて慣れて美味しく感じられるようになったからなったら心からごちそうさまと言葉が出るからといやいやいや無理 <laughs> <laughs> 今まで濃いものばっかりしか食ってないからさ今 <laughs>、うん、今更もう60超えてさ薄味には慣れるっつっても無理。<laughs> ええ、無理です <laughs> はいそして心から「ご馳走様と言葉が出るから出ない出 <laughs> <laughs> ない、えー、でまあ私の贅沢はあのタ、ー、コ米っていうブランド、はいあのー、冷めても美味しいとかって言われてるお米の,のれ、うん、それの常温にをたくあんで食べることですっていうそうなんだはい炊く米あ冷たい米、うん、あれが美味しかったですよあの昔毎回、えー、大阪とかに行くときに えー、東京駅で買っていたあのシウマイ弁当あ<ー>なんで清家のシウマイ弁当は冷たいあの冷たいご飯はめっちゃおいしい <laughs> すげえなと思いましたよよくあいおいしいご飯作れんなと思いました、うん、はいシウマイ弁当好きですよねよく大好きです話上がってくるあんまりデイブさんが水を飲まないということでデイブさんの食事を聞いて デイブさんの食事の話を聞いていたら、水は味がないから飲みたくないと言っている子供が増えているみたいなニュースを思い出しました。あ、そうなんだ。はい。健康ね。まあ確かに味がないからね、あんまり個人的にあの選んで飲むということはないですね。はい。私は納豆とろろご飯を選ぶと思います。納豆とろろか、とろろが嫌いなんだよ。とろろ嫌い。そう。納豆は好きだけど、あのあのベタベタした。 あの感じはダメですね嫌いです。でもあんまり納納得できるのはいけないです。納豆はベトベトしてるのはそれは好きなんだけど、うん、トロは嫌い。えー、はい。<laughs> なんか許せないの。<laughs> 許せない <laughs> <laughs>、えー。ええという話が来てました。はい、はいえー。でまた一個話が変わってちょっと心霊系の話で。ね、ええー。僕が以前付き合っていた彼女。えー、彼女はあの例に。 えー、犯されてしししまったとたととと幽霊とエッチをしたってことなんでしょうね寝ていると、あのー、金縛りにあって、えー、天井の影が動いていて彼女の布団をめくってきたそうですと。で、えー、まあそのことに及んだっていうことだったで感触はそのものだったそうですということで <laughs> ただまあ彼女が感じたのは生き、あのー、量だったのではないか ととも言っていいたううこそなんだ生き量がそこまで力があるのか僕には分かりませんけどあんまり聞いたことないです。夢でちょっとセクシャルなことっていうか幽霊とセクシャルなことみたいな幽霊というかまあ夢の中で友達とセクシュルしたっていうのはありますよ。だからそれ前話したい。レストランのウェイトレスの女と話した時に向こう顔が真っ赤になっちゃったよ。 君の夢見たんだよ昨日って言ったら向こうか顔真っ赤になっちゃってそれで聞けなかったですねどんな夢だったのかでも顔とか雰囲気を見てるとああちょっとエッチな夢だったんだろうなっていうふうに勝手に僕は思うんですはいはいそれは要はバイトの仲間だったそうバイトのウェートレスの女の子ですけどね彼女がある時寝てたらその子がデブさんの夢に出てきたとそう でまあ次の日に会った時に「君の夢見たんだよ昨日」とかっていう話をしたら向こうが顔が真っ赤になっちゃってちょっとおどおどしちゃったから「おえマジ?」みたいな似た似た夢見たのかなっていうふうに勝手に思っちゃったところありますけどその子のことはデーブさんも可愛いなってもともとおっしゃった女の子ですね可愛い子でしたはい そんな感じで、うんえー、今日はこの辺でまた次回オリンピックの開会式がどういう風になるのかなちょっと気になります。今度今夜かなチェックしてみたいと思います。ではではまた次回。